こんにちは、シュです。今回はスーパーマリオアドバンス3やっていこうかなと思います。これメインのモードが上で、下がね、ちょっとおまけみたいな感じで、ちょっと今回メインやんないんだけど、おまけもね、すごい面白いんですよね。なんかこのゲーム自体が割と昔のゲームで、今やってる私のこのモードが、もっと昔だね。だから昔のゲームで、さらに昔のゲームをやるみたいな、こういう感じなんだよね。これが結構ね、面白くて、で、ここあれなんですよね。ステージクリアとかあって、いいぞ。これどんどんステージ上がっていくと、なんか氷の地面とかで難易度が上がっていくんだけど、私もね、昔やったことあるんだけど、今の私なら、結構ね、ゲームをやってるから、よりうまくできるんじゃないかなと思って。これやっぱあれだよね。上で叩くのがいいね。で、これ、あれなんですよ。ラスト1体になると、ちょっと怒り状態というかね、これ蹴るよ。青になるんですよね。そう、こんな感じで。やっぱ青だと、こう、スピードが速くて、タイミングがつかみづらいみたいな感じなんですよね。で、これ、このノコノコメット、こいつ以外にも出てくるんだよね。そう、パタパタとか確か出てきた気がすんな。パタパタとか出てきたら、あいつら飛ぶからね、当たんない時あって、これ青にさせないのは、これあれだね。同時に2体処理することにより、青にさせないと。お、私、うまいぞ。ね、ガチうまい。ほら、これ多分、1体残すと青になってるけど、ひっくり返ってるからなりませんよ、みたいな。そういう感じで。さっきあれだよね。ちょっと、あ、これコイン取るみたいな感じで、取るか。ガチ自信多いよな、マジで。怖えよな。さ、いいぞ。なんかさ、ああいうのって、気をつけましょうみたいなのあんじゃん。いや、もうでかいの来たら気をつけれないけどね、みたいなね。どうやって気をつけんのみたいな感じあるけどね。変な話、家とかね、なんか崩れたらもう気をつけようがないもんね。なんか気をつけ方を教えてくれみたいな感じあります。さあ、ステージ5。ごめんね、ちょっとあんまね、明るい話したいんですけど。さあ、いいぞ。この亀ちゃんはね、ダブルタップなんだよね。2回タッチすると、危ない。これね、ずっとひっくり返ってるわけじゃないからね。時間が経つと蘇るから、いいぞ。すごい順調、私。私ね、最近ね、暇なんですよね。暇で、動画に対するモチベはあるんですけど、なんかね、結構コメント、危ないうわー、ちょっと、やっちまったなで、叩き方悪かったね。これ最後どうなるかっていうと、これあれなんだよな、この見て、土管。この黄色い土管に、この子が入ってくんだよね。黄色い土管に入ってって、また上から帰ってくる。ちょっと危ないみたいな感じで、いいぞ。これダブルタップできたはずだな。ここうわ、やべえあ、痛い。やばい。色が変わる。これ起き上がると色変わるんだね。えほ。シャッチ。うまいよ。うわ、なんか、緑の炎とか来てんな。どうする？一回叩いて、うますぎる。この、なんていうの？私の乗ってる上じゃなくて下に下ろせるとすごい熱いよね。さあ、ステージ7。今のステージ結構難しかったな。うわ、誰？ねえ、なんかおじさん出てきたんだけど、こいつ誰ですか？いたっけこんなキャラ。任天堂さんに。ガチこれ、このゲーム作った人でしょ。俺出そうかなみたいな字が出てんじゃん。でも私なんか任天堂の制作者さんなら、どうなんだろうね。自分出したいみたいな意思あんのかな？なんかさすがに顔出して、これ、もう、やめな、ゲームで自分出そうとするの。いいぞ。でも私、ミーいるじゃないですか。ミーで、クリスとかね、ショーターとかね、結構、やばい人気なキャラいるんですけど、私、あれ、未だにあれだと思ってるからね。いや、この緑の方の邪魔だな。任天堂社員だと思ってるからね。例えば、ショータさんっていうのが、作る人にいたんだよね。私の妄想ね。だから、それを出そうみたいな感じ。お、こいつあれだな、ラスト1体じゃないな。ラスト1体になるとあれだもんね、色変わるから、さあこいつ処理して、あ、さすが任天堂社員。あいつ温厚なんだ。1人は氷、あ、これコイン取るだけだね。温厚なんだ。1人になっても怒んないみたいな、そういう感じ。いいぞ。これ合ってるかな？ね、なんか、下から攻めてった方がいいかもしれないね。だからね、ショーターとかマットとかね、多分開発者、お前出そうぜみたいな時、だから本当リアルショーターとリアルマットとかね、リアルクリスとかがいるんじゃないかなって私唱えてるけどね。すごく順調。面白いな、このゲーム。最近ね、Twitter とかね、シリーズもね、やんないんですかって言われるんだけど、私最近気をつけてることは、お、これしゃがめんじゃん。やばい、これしゃがむ機能果たして意味あるのかわかんないけど、ちょっと待って、しゃがみに気を取られたら、やばい下手だぞ、私。こっち打って。そう、私ね、最近、なんか、やばい。シリーズものをやるとね、失踪するのは良くないということに気づいて、ちょっとね、腰が重いんですよね。ちゃんと全部できるのをね、やろうかなっていうので、なかなかシリーズもの、なんか新作ゲームとかね、出たらやりたいんだけど、最近なかなか任天堂さんのね、新作ゲームとか来なくて、だから私もね、悩んでるんですよね。うわ、常にネタ切れの状態で、一応ね、9月が毎年任大っていうね、任天堂さんのイベントの季節なんですよね。まあ、だから、9月に任大あるのかなと思うけど、ただ今年いつもと違うのが、あれなんだよね。今年度に、やめて！うわ、なんだこいつ！多分これ当たったらアウトだよね、氷。うわ、覚えてるわ。これ地面凍らされるんだ、確か。うわ、ガチで余計なことしてくんな。やめて、うわ。いや、ちょっと、お前！こいつ処理しといて、あ、ちなみにこの、パウブロックはあれだね。OK よ。ここで、いいぞ。で、いや、ちょっとやめよ。見えない画面でカニさんになってんのガチ迷惑だな。くそー。どっちだ、左から出るか。左読みでいこうか。何の話したっけ、私。いいぞ。この氷マジでお前。1、2、時計緑。いやー、くそガチで攻めれないぞ。ワンタッチよーし、あと1体ならいけるぞ。これってやっつけれないのか。来た。1、早足。お、いいじゃん、いいじゃん。足が速いことにより、ね、橋を渡ったね。オッケー。これ何機あるんだ、私もね、1回やられてアウトってわけじゃなかった気がして、残機があったみたいな感じで、あ、そう。今年、あ、出た、任天堂社員。今年ね、据え置き機が出るからね、ちょっと任大のタイミングがもしかしたらずれる可能性があるよね。なんか、今まで任大で据え置き機のね、発表なかったらしいんだよね。いつもその、据え置き用のあれみたいなね。いや、でもあれだよね。危ない！はい。オッケー、いいぞ。いけ！で、任天堂社員やっちゃって。うまいよ、あちき。危ねえ！いいねーあれ、叩いた瞬間、攻守入れ替わるんだ。残り何機 ?5 機か。まあ、結構あるね、残機。これ、やっつけれんのか、これ、地面つくタイミングで。お、やっつけれんじゃん。熱いね。これ、左に、ちょっと上がパラダイスすぎる。一人やる。いやー、ちょっと攻めれないな。やばいね。こっから難しくなってきたね。いいぞ。で、任天堂社員は、ここに落としたいよね、ここ。だから、左側叩くわ。オッケー。この技術だね。左に叩いて自分の足跡に置くみたいな。こういう技術。なんかさ、据え置き機出るってなって、なんかやっぱ転売とかあんのかな。ね、なんか、任天堂さんはね、その、あんまり、転売対策みたいな、結構十分な量作るみたいなことを、なんかどっかのコメントで言ってた気がするけど、まあ、例えば、その売り切れるんじゃないかなっていうので、OK、いいぞ。5店舗予約するじゃないですか。その、抽選外れた？多分抽選だと思うんだよね。で、うわ、もっと、危ない、やばい、よし、危ねえ！で、5店舗全部当選しましたとかなるわけじゃん。なったら、5店舗ともスイッチ買わないとダメ。スイッチの新型買わないとダメなのかな。それ嫌だけどね。じゃあ逆に2店舗だけ予約してね、2店舗全部外れたら買えないしみたいな。ああいうのって、私あんまね、スイッチも予約しないで買ったんですよね。当日販売で買ったのかな。だからあんま予約したことないんだけど、ゲームをね。今とかその、ダウンロード版とかで買えちゃうじゃないですか。だからあんまり予約する必要っていうのがね。うわ、この氷やっときたい。氷結構これ、もう1回叩くとね、こいつら起きちゃうから、いいぞ。うまい。非常にうまい。うわ、氷処理しときたい。えほ。いけ、わつく。ちょっと、危ねえ。いやいや、これパタパタ出ないんでしたっけ？おじいさんになったのかな？でも私、これ無限にいけちゃうな。ね、難易度こっから上がることあんのかな？このおじさんがね、まだ第一形態というかね、さらなる進化を秘めてると思うから、まあ、そうなった場合やばいですよね。おい、この緑のやつ。さあ、いいぞ。めちゃめちゃ順調だね、あしき。オッケー。この、氷になる、地面が氷になる瞬間に地面つくと、あしきやられんじゃないかなと思って、大丈夫かな。うわ、これラスト1体じゃないね。さあ、うわ、やばい。こっちか。あー、やばい。うまあ、私。これ、任天堂社員と一緒にやりたい。いいよ。うますぎる。これはガチうまかった。今危なかった。ラスト1体だと思ってやったけど、ラストじゃなかったら。お！え？うわー、すげえ。なんかゲームバグったと思ったら、あれか。へほへほへほ。地面なくなる。うわー、ただ。いや、むずい、これ。どこ穴あった。で、はい。これ、パウブロックはね、確かね、使うとなくなっちゃうんだよね。だから私もケチって使ってんですよね。ただ、ある程度まで行くと復活するんじゃなかったっけな。だから、どうしてもやばいときは、うわ、つらら落ちてくんの？どうしてもやばいときはパウブロック使うけど、まあ、基本的にはあんま使いたくないですよね。ちょっと待って、今、ボタン操作をちょっと、OK。決定。さあ、これ叩いて、いいぞ。うわー、どうしよう、これ。うわー、これ。こういって、これ間に合ってくれ、カニさん。いいじゃん。いや、モテちゃうのこれ。うわ、もったいだ。これ、ガチもったいねえ。初めてモテることにして、やっちまった。ちょっと動揺しちゃうな。でも私6機ぐらい残機あるはず。さあ、そうだよね。なんか残機増えてんだよね。やばい、やばい、ちょっと動揺してる。おすこい1回。これね、ガチやばくなってきた。ちょっとカットして1人で無言でやってたんだけど、これ、任天堂社員もあれなんだよね。ついに色変わるようになっちゃって、ガチでブチ切れてるね、さすがに。やばい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 。いいぞ。これ氷処理しといて、これ何がやばくなったかっていうと、あれなんだよね。この起き上がるタイミングがすごい早くなっちゃって、そこがすごい難しい。オッケー、確実な処理。でかいよ。さあ、ステージ33まで来たんだけど、だいぶ難しくなってきたね。つららの量も増えてきて、いやー、これやばい。これ起き上がる速度ガチ早いんだよね。ほら、もう任天堂社員すげえ早くなってきた。どうしようかな。一回降りようか。つららもね、気をつけたいところですよね。いいぞ。やばい。これもう確実に1体やられるとき。いやでも、任天堂社員上で、いるな。こう確実に、危ねえ今、危ねえうわそれ出たとこやられ、よくないね。学んだわ。上に滞在すんの非常によくない。早く、下だな。下で私滞在しよう。オッケー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 。ここがいいか。どこら辺がいいんだ。まずこのカニちゃん、危ねえつらら。つららでも方向、うーわやばい、ここで残機失いすぎ。落ち着こう。つららの量が半端ない。つららにもうちょい目線を上げよう私で。これ落ちた。くっそ、あいつ給料日並みに跳ねてる。ここよしで、これ狩り来るよねカニ。うーわこれおじいさんの復活早すぎる。ちょっとやばいよこれ。使うか。おらお前ら危ね。落ちたやろ落ちたやろ落ちたやろ。オッケー危ない。あとカニだけだね。うわ超難しい。だいぶ使っちゃった。あと私何機だ。4機とか50まで行きたいよな。50ちょっと大台感あるよねこれ。うわこれスピード乗ってないと。あでもできるわ。ここで倒したいよね。もう一段下がろう私。さっき上に行って出たとこをやられたから、学んでよ。いいぞ。あでもなんか遅いキャラしかいないね。はいやっぱここが一番いいかもしれないな。これパウブロック使っちゃうとね、足場がなくなっちゃうんだよね。だから、ちょっともったいな。危ない危ない危ない。間に合うか。まあ、ギリ間に合わなかったと。まあ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 。ここは冷静に。うーわ私、目大丈夫。つららを見ない目になってる。つらら意識、つらら意識。オッケー。もう認識したね。ガチで認識ました。さあ。こいつやりたい。こいつやりたい。こいつやりたい。オッケー。で、つらら意識、つらら意識。はい。もう見えてますよ。つらら飛んできて、こいつやって、なおかつこの、うまい。なんか1ステージ1残機ぐらいやられるようになってきたな。ここ、ノー、やられていくわ。で、ここで滞在しよう。ここが一番いい。そこ学んだ。1、2、オッケー。確実なキル。確実なキル。よーし。これファイヤーあるとね、これファイヤーで方向って変わるんでしたっけ？ファイヤーだと変わんないのかな。危ねえ。そうだ。つらら、1個やると2個忘れる。さすが私。1歩進んで2歩下がる。で、これ、任天堂社いるね。いや、こファイヤー来てんな。どうしよう、これ。上行くしかないか。そう、ファイヤー来てんだよね。オッケー。で、危ねえ、つらら。で、これ、任天堂社員確実な処理。オッケー。ちょっと、カニさん。ちょっと。やばい、やばい、やばい。オッケー、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 オッケー。あと、任天堂社員だけか。あいつ、こう、上来んの待つか。ね、これ、時間制限とか多分ないから、ここで、ここ1個下に立とうか。でもあいつしかいないから、うわーファイヤー来てんな。うわーあらゆるものがあちこちを邪魔してくる。やばい、つらら来てる。お、来た。これ、こっちで叩くか。うわー、氷で入れ替わってる。いや、氷こっちまで来んのか。間に合うか、これ。いや、間に合わなそう。いや、間に合ったか。結果論間に合ってたっぽいけど、ここよーし、面白くなってきたね。ここ今あれじゃない ?36。一回もやられないでいったんじゃない？さあ、危ねえ。それはなんか見えないとこから来るのずるいですよね。見えるところなら私も全然ね、反応できるんですけど、みたいな。1、2、いいぞ。やばい。あ、オッケーか。結構つららのまだタイミングが読めなくて、割と早いよな。で、これコイン回収しといた方がいいわ。つら危ないね。なぜかというと、コインでこのカニちゃんの向きと変わるんだよね。だから、それで私がね、動揺しちゃうから、これ色変わる。オッケー。色変わった時はラスト1体ってことだから、多分このカニちゃんでラスト1体かな。早くなるよね。逃げろ。一回逃げよう。やばい、一回逃げよう。一回逃げて、ここで待とう。ここで待つと、おそらく、カニちゃんあれだね。やばい。つらら、一回、待つか。一回待とう、また。これ以上早くなることはないんだね。オッケー、こっち叩いて、完璧ですと。これマジ無限にいけちゃうぞ。さあ、大台40。あと50いけば、気満足。危ねえ。見えないとこからの狙撃やめてくれ。よし。いやでもやっぱ上で叩きたくなっちゃうよな。ね、早い段階。危ない。つらいチェック？つらい要チェックだね。学んでます、私。これ、なんか長期戦になればなるほど、コインとか。いや、このコインがね、多分スコア伸ばせて、多分プラス要素なんだけど、このコインがね、うわ、そう。この、うわー、邪魔だな。カニさんの位置を変えるから、コインもできるだけ回収し、やばい、つら来る。くっそ。完全に相手ペースだな。落ち着いてよ、私。くっそ、こいつ危ね。いややばい。ここで終わるわけにはいかない。今地面滑ったんだよね。いやー、どうしよう。オッケー、ここで確実に50までいくんだよ、私は絶対行くから。コイン取ってこお前は本当にやめてくれ、あいつ。うわー、これファイヤー来てんな。一回下まで危ない。逃げて。それいや、任天堂社員も処理できない。一石二鳥ショット。やばい、つらら来て、ふう。まあ、失った残機は1機ということで、まあ、ギリ共有範囲。多分もうここがね、これより難しくなんないんじゃないか。ね、ステージがね、ずっとこの、あれなんだよね。上2個氷みたいなね。ああ、これ、面出る前に蹴っとくか。いいぞ。で、これも間に合うか。この距離ならギリ間に合うか。よし。で、任天堂社員やばい。これ一回蘇らしとくか。ね、自力で復帰すると、確かあれだもんね。足速くなるから、うわー、これ緑のファイヤー来てるな。やめとこう。ここやっといて、いいぞ。うわ、これめっちゃいい。間に合ってくれ。うまい。さあ、50までだいぶ近づいてきて、今42かな。さあ、42来たぞ。ただ、多分さっきも言ったけど、これ以上難易度が上がりようがないから、多分私はね、うまくやっちゃえば、もう無限にスコア、伸びる。危なっ、伸びるということですよね。さあ、こっちから食らず。1叩き、2叩き。いいね。で、ここで回収しとくと。あー、これ、任天堂社員やっとくか。やっぱ、つらら来てんな。うわー、これ、パウブロックないから、この上で叩けないんだよな。まあ、しょうがない、これは。危ないオッケー、うまい。で、あと1体か。さあ、もう慣れたもんですよね、私。で、コインしっかり回収しといて、もう、つららの頻度がやばいもんな。ね、かなり速いペースで、オッケー。さあ、45。もうすぐだ。私の念願の50まで。よし。うまくなってきたよ、この、なんていうの、この地面に落とすやり方もうまくなってきて、うわー、炎、この炎が厄介だよな。コインだけ回収したかったけど、まあ私、今日50いって終わります。あ、これ2個叩いて間に合うか。いや、危ねえ。復活早すぎんだよな。お、もうラスト1体じゃん。いいじゃん。さあ、みんな46まで来たね。さあ、大台の50までもう少しで、絶対50いって今日終わりたいね。さあ、これ叩いて、お、いいね、私。このやり方うまくなってきたね。この、危ねえ。つらら。こういって、ちょっとこっち側叩くと、そう、下に来るっていうね。だいぶレベル上がってきてる、連動。はい。うまいよ。あと、任天堂したいんだっけか、これ。あ、ここで叩くと。いや、まだいるわ。やばい。ちょっと。いや、今。いや、良くなかったな。ちょっと、任天堂社員を向きになってやりすぎた。危ない。うわー、間に合うか、これ。よーし。47か。いや、残り4つ。集中。いくぞ。危ない。うん、こっちで叩くか。ね、その方がいい気がしてきた。ここで2回叩きたい。オッケー。結構ジャンプの、そこで火の玉ずるいわ。今、右行こうとしてたのに。まあ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 。切り替えて。やばい。ミスったな。立ち回り。オッケー。1、2。くっそ。いけ。まあまあ、いけ。やばいぞ。ここ、パウの上安全なんじゃね？そうだ、パウの上。炎以外でやられることがない。つららもワンチャン。うわー、いけない、いけない、いけない。いけ。よし、危ねえ。あー、すごい。神生存。コイン取っとこう。コイン取っといて、一回ここで待機するわ。あー。まだある？うわ、超悔しい。まだやんじゃん。まだあるじゃん。ねえ、こうクリアしちゃおう。さっきの、これ届かないわ。これ届かん。オッケー。よし、そっちののは危なかったけど、ただ、間に合った。オッケー。やっばー！いや、今、右行くべきだったね。ちょっと、つららを気にしちゃった。やばい。これもう、完全に相手の戦場。やばい。一回リフレッシュしたいね。全部きれいにしたい。絶対このステージはクリアする。よし。くっそ。いけねえわ。いけねえな、みたいな。桃白出てきちゃった。危ねえ。つらら来てる。よし。あと1体。ぴょこ、ぴょこ、ぴょこ、ぴょこ。なんとかね、お情けのコンティニュー。さあ、48。もらって、つや気をつけて。よし。なんか、残りの2球見えないとこから打ってくるのつららずるくないですか？見えるとこで来てくださいよ。オッケー。いいぞ。ここも、ちょっとギリギリ側で叩こう。よーし。よーし。やべ。攻めすぎたか？これ攻めすぎ。危ない。危ねえ。これラストであってくれ。まだいる。あ、でも、簡単なステージ来たわ。いや、さっきのステージやられすぎたな。49来た。50まであとちょっとよ。落ち着け。いけるぞ、私なら。あ、ぴょこ。ぴょこ。危な！見えないとこからやめてくださいよ。ぴょこ。これもう地面に落とす。あ、無理だったけど。まあ、ちょうどいい叩きやすいとこ。やばい！うわー、任天堂試合間に合わないな、私。くっそ、あいつぴょこぴょこ跳ねやがって。これ。いや、ここで休憩しよう。お、休憩しよう。危ねえ。そうか、危ない、危ない、危ない。いやー、間に合わないよ、あのカエル。いや、ちょ、無理だな。落ち着こう。どうするうーわ！いやー、50いけなかった。コンティニューない？お情けのコンティニューない？いや、面白かったな。